1月21日に発表させていただきました。あ、まあ、それ以降非常に、お客様からまたマスコミの皆様方から大きな反響をいただいた商品でございます。予約も3月18日から予約を取らせていただいてます。まあ、たくさんの予約をいただいているという状況でございます。このエクスペリアでございます。もう皆様方の方がもうたくさんもうご存知かという思いますが、コミュニケーションエンターテインメントマシンというところの、まあ、基本コンセプトで、潜り出しています。タイムスケープだとかメディアスケープ、まあ、皆様方の方がよくご存知だと思いますが、まあ、というところを、まあ、駆使をして、コミュニケーション自らがエンターテインメントとして楽しんでいただく、コミュニケーション自らがエンターテインメントとして楽しんでいただくという、まあ、基本、コンセプトでございます。はい、どうも。最初に呼びますかなり力が入られてると思うんですけど、はい、ちょっと改めて今回のAndroidに対する、Xperiaに対する思い、強い思いですね、かなり伺っていただきます。はい、私ども、まあ、このXperiaは先ほど申しましたようにエンターテインメントコミュニケーションマシンということであります。ぜひ、たくさん楽しんでいただけるマシン、携帯に仕上がっております。スマートフォンに仕上がっております。ぜひ、この機種を手に取って、ご体験いただきたいというふうに思います。iPhone、当然 iPhone のお客様、これを使っていただけるお客様、少しいろんなところでやはりこのエンターテインメントの素晴らしいところをぜひご理解をいただきたいというふうに思います。iPhone としっかりと、まあ、競合していきたいというふうに思います。今ドコモでは普通の携帯をですね使ってらっしゃる方がすごく多いと思うんですが、はい、そういった方に対してはどういうふうにアピールされていくんですか？うん、まあ、ぜひまあ、スマートフォン、これはですねパソコンから来た携帯でありますから使い勝手は少し違うと思うんですよね。でしかし、まあ、ぜひ2台目で持っていただくのもいいし、まあ、1台目に持っていただくというその今までのやつを取り替えていただくためには、まあ、ドコモも、まあ、i モードメールもぜひ、まあ、今年中、まあ、ぜひ秋ぐらいには使うように使えるようにしたいというふうに思ってます。まあ、さらにプラスそのお財布携帯機能とかですね、ワンセグだとかそういうものも、まあ、一部ではありますが入れていきたいなというふうに思っています。はい、さんとしてはこのスマートフォンっていうのの広がりのスピードとかですね、これからの普及の広がりっていうのはどれぐらいに見てらっしゃるんですか？まあ、スマートフォンの、まあ、今年の総販売台数200万台前後だと思うんですが、今年で前年度09年度ですよね。まあゼロ、まあ、今年度、まあ、こっちから今年度で、まあ、それをさらに2割も3割もアップするんじゃないかという気がいたします。しかしながらやはり総販売数の中から比べるとまだ 10% までは当然いかないというところです。で、まあ、当然世界の中だとアメリカだともう 20% ぐらいいってるんです。まあ、日本もそういう時期が遅かれ、もうそう遅くなく来ると思います。かなりやっぱり大きな動きだと。はい、これは、はい、iPhone の場合ですと0円キャンペーンをやって非常に、まあ、数増やしたような気がするんですけども、その辺の価格についての戦略ってあったりしますか？まあ、私どもこのキャンペーンもその販売のところの、まあ、2年間使っていただくということで、まあ、いろいろ3万円台後半で、まあ、買っていただけるということで、まあ、いろいろ、まあ、当然これはお客様にどうやって、たくさん使っていただくかということでございますから、まあ、これからいろんなキャンペーンもまた考えていきたいと思います。今のところは、まあ、ゼロ円キャンペーンではない、これは3万円後半で買っていただくというふうな、はい、秋にワンセグとお財布が使えるオプションと装置を発売されるという？いや、そうではなくて、まあ、ワンセグとかお財布携帯ってハード的に入れないといけないんです。まあ、だからそういうそのスマートフォンもまあシリーズでつけていくということだと、はいはい、という考えです。すみません、マーケットの登場によってユーザーの使い方にどんな広がりが出てくるか。その私どもその IT リテラシーのまず高い人が今までスマートフォンを使いになってたんです。で、IT リテラシーの高い人がスマートフォンをこれからもずっと続けていただくというのは当たり前なんですが、さらにそれを裾野を広げたいというところがございます。で、そのいわゆる一般の人だって簡単に、例えばドコモマーケットだったら行ってアプリケーションを取ってくれる、ゲームを取ってくれる、まあ、いろんなオリジナルコンテンツも取ってくれるという非常にその手軽さというところをぜひ広げていきたいと思います。そうすることによって、まあ、このスマートフォンの裾野が広がっていくんじゃないかという気がします。これで iPhone に対する追撃体制を取ろうかというのは続けますか？はい、まあ、当然それはその取ってきやすいというところがありますから、お客様が使い勝手がいいということですよね。で、使い勝手がいいということはやはりたくさんお客様に買っていただけるんじゃないかという気がします。
予約スケールとかメディアスケールって新しいじゃないですか。はい、魅力っていうのも改めて一言で言うとどういうところですか。うん、まあ、やっぱりあれですよね、そのメディアスケープだと動画だとか音楽だとか、はい、動画とか音楽が、まあ、それはもう非常にそのスムーズに入ってくる。でタイムスケープはですね、電話の履歴を見ていただく、これをやっていただくとすぐ分かるんですが、電話の履歴がバラバラっとこういろんなところで順番に出てまいります。それをいろいろインフィニットボタンで押していただくと、まあ、いろんな情報も出てくるということで、まあ、非常にその通信自体を楽しんでいただけるのではないかという気がいたします。まあ、これを持っていただいて、電話をするだけでなく、あとツイッターをするだけではなく、まあ、その楽しみをつけて、楽しみを楽しんでいただきながらやっていただけるというふうに思っています。すいません、そろそろお時間です。最後の、はい、一番の質問をお願いいたします。政府はシムロック解除を検討しますけど、環境は変わりそうですか。まあ、当然私どもシムロックというのは、一つはその方式の問題と周波数の問題とサービスの問題、これ3つ抱えているわけです。で、まあ、しかしグローバル端末になってくると、まあ、そういうところはまあなくなってくるのかなという気はいたします。まあ、だから方向としては、お客様が望まれる方向どちらがいいのか、例えばこれは2年間期間拘束をしていただくと安くなりますというのが当然ございます。販売のそのいわゆる援助をしているとこういうことですよね、というのがある。だからどちらを選ばれるかですよね。で、まあ、SIM ロック解除というのは、まあ、全世界もやはり SIM ロックは続いてないという状況でありますから、日本のお客様がどうこれからお選びになるか、私どもはお客様のお選びになるところをやっぱりやっていきたいと思います。社長のお考えとしてはどうですか。基本的に SIM ロック解除の方向、大きな方向はそういう方向だとは思います。で、まあ、その中でやはり先ほど言いましたように方式が違うとできないとかですね、周波数が違うとできないとか、サービスが違うとできないとか、こうあります。それをどうお客様に理解していただいて、お客様が選んでいただけるかなというふうに思っています。店頭を見るとソフトバンクのアンドロイド機も並んでいるようですが、はい、スペリア買ってくるでしょうか。アンドロイド機でという意味ですか。私どものこのエクスペリア負けないと思います。もうこれは非常に、ソニーエレクソンさんのところで素晴らしい端末に我々仕上がっているところで、ドコモが自信を持ってお勧めできるというふうに思います。こちらもすみません、ありがとうございます。